はい、こんにちは。今日はですね、第1弾に続きですね、はい、レディースの雑誌の特集で、はい、まあ、前回いっぱい多かったので、うん、これは第2弾の神奈川編ということで、はい、ちょっとね、見せていきましょうか。はい、わかりました、はい、隅々まで隅々まで、はい、はい、じゃあはい、行きましょう。はい、神奈川、はい、横浜、うん、セクシーですね。うん、これもセクシーだと思うんですよ。うんうん、こんな感じで、うん、本当だ。男たちに負けないような走りをしなくちゃ、レディースを作った甲斐がないとね。まあそういったね、はい、ことが書いてありますね。でもこんな人数いますから。本当だね。はい、うーん、セクシーですね。はい、次はですね、はい、神奈川、うん、ペリカン。ペリカン、あ、これも、うん、あ、これはなんか東京横浜って書いてないですか。あ、本当だ。全日本レーシング連盟ですね。あ、じゃあ東京と横浜にあったのかなと思いますよ。へえ、うん、ペリカン。こんなにたくさんあってさ、うん、揉めないのかな。なんかね、うん、聞く話によると、うん、もうこの当時ってもうブームだったんだって。あ、そうなんだ。もう暴走族ブーム、はいはい、だからもう別にそのじゃあこの代が続いたのかって言ったら、うん、ね、あ、うん、1代で終わったチームもあれば、あ、伝統があるチームもあったりするみたい。へ、だから それに関してこのペリカンってチームがどんだけ続いたか分かんないですけど、うんうん、そういう時代だったから、うん、その1代限りっていうチームもあったみたい。あ、そうなんだ、うん、すごいもんね。すごい。へ、ここの隣もあるよ。あ、これですか、うん、これなんて読むの。これはちょっとね、うん、これは見てる人に教えてもらいたい。逆に知ってる人がいれば。これなんて書いてあるんだろうね。これはちょっとね、わかんないですね。わ、うん、かんないね。だ、うん、だここのちょっとあのこれだけちょっと写して、うん、停止画で見てもらってた。そうだね。これはちょっとわかんないですね。わかんないね、うん。なんて書いてあるか、じゃあ、ね、知ってる方いたら教えてください。そうですね。へえ、すごいね。すごいね。うん、でですね、うん、今見てたら、うん、ここに。神奈川、はい、平塚総集連合、うん、かげろうって書いてあるよ。どこに書いてある。左上に、あ、かげろう。へー、これ総集連合、かげろうって、かげろう、かっこいいね、うん、かげろう。あ、へー、この人すごい硬派みたいな感じがする。本当だね、パチパマみたいな感じで。ここ、あ、男の子みたいなリージェントが一番好きなんだけど、うん、あ、伸ばしてるんだって。あー、そういうことね。うん、すごいね。へー、ここね、怖そうだね。怖そうだね。だやっぱあるあったわけですよね。あ、昔からね。昔にあったわけですよ。うん、総集連合の、うん、まあこの当時は総集連合、まあこう書いてありますから、うんうん、そこしかわからないですけど、まああったみたいですよね。へえ。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、よくこれだけさ、うん、たくさんさ集めて撮影したよね。すごい。すごくない？すごいよ。どれだけかかったんだろうね、この一冊作る。いやー、これ相当かかってるでしょう。ね。お次はですね、うん、神奈川横浜、はい、横浜連合、うん、ネズミ小僧レディース、うーん、ですね。あ、鶴見市場だって。あ、鶴見市場ってこと。あ、じゃあ鶴見なんだ。うん、へー、すごい楽しそうだね。そうですね。なんか、うん、全日本レーシング連盟って書いてあってね。へー、うん、あ、でもこの人は綺麗なんじゃないですか。ね、ね、美人だね。ですね。本当だ。書いてありますね。これ一言葉が。本当だね。うん。すごい。棍棒で顔殴られてって書いてあるよ。めっちゃ怖いんだけど。警察も昔はさ怖かったんだろうね。そうじゃない、ね、うん、殴ったりとかね。そうですよ。だって、うん、海外のロシアとかのおまわりなんて、うん、女の人にがさ職質みたいなのしててさ、うん、女の人が泣きながら警察官のこと顔叩いたの、うん、たたら思いきしビンタして蹴っ飛ばしたもん。怖っ。やりすぎだろうと思うけど、でもそうやられちゃう、まあ、そういう時代かもしれないね、うん、この時代ね。そうじゃない、うん、まあ、だってロープで引っ張っていかれたって書いてあるよ。今やられてるわ。まあそんな気合入ってたよ多分ね。あ、そうだね。そういう警察を相手にしながらやんなきゃいけないのね。そういうことですよ。本当だ。続いてます。続いてますね。だって工事してるおじさんたちだって石とか角材投げてくるから油断してられないんだよ。ああ、そういうことね。めちゃくちゃ怖くない？工事現場の鶴橋持ったおっちゃんだよね。今鶴橋持ってる人なんかいねえけど。どういうこと？うるせえよってこと？いや、走ってるとさ、
ほらってポンってさ、面白がってやってるね。昔の人っぽいから、昔の職人なんて今と違って。女の人にもやるの？やるんじゃないの？でもそう、やられたってことだよね。うん、怖いね。さとみバリとか言って、うん、へえ。まあ名前言っても、でもね、雑誌に出てるわけですからね。そうそう。うん、確かに。へえ。本当これまた、本当これを例えばさ、この旦那さんとかが俺の YouTube チャンネル見てさ、うん、嫁さん、うん、とかだとさ、うん、お前出てるよみたいな、ちょっとそれもなんかちょっとドラマがあっていいっすよ、ね。ああ、そうだね。へえ。オラブラックエンペラーリーですよ、ね。うん、でですね、はい、多分もう神奈川こんなもんなんですよ。んで、うん、だから最初の目次にあったロードランナーのレディースとか書いてあったじゃないですか、うんうん、書いてあったじゃないですか、うん、あれは多分ね、もしかしたらそのチームの中に僕が紹介した中に一緒になって映ってるんじゃないかなってことです、うん、そうかもね、特集されてるってよりかは、うんうんうん、だってあんだけいっぱいあったのにさ、ね、紹介されてねえじゃん。でもあんだけいっぱいあって全部紹介してたらさ、そうですね、多分こんな一冊じゃ確かに終わんないかもしれない ね。これ講習、うん、まあいろいろねこうやってね紹介したらこれ見てください、これ本当だ、神風連合、へえ、大阪ですね、大阪闇レディースだって、へえ、やばくない、本当だね、これみんな顔違う人、同じ人、同じ人だよね、なんて書いてあるの、どれですか、あ、他のチームを潰すって書いてあるね、やったるわいみたいな感じじゃない、へえ、あ、これ他のチームを潰す警察か、うん、なるほどね、なるほどね、だね、これこうやって大阪とかもあるわけですよ、そうだね、本当にだからね、うん、これはまあ、あの再生がもし回れば、うん、ね、あ、他の地域もね、そう、僕が今、うん、第1弾第2弾と再生が回れば、うん、あの第3弾として、うん、ちょっと違った時にね、うん、これまた今度この大阪とかもさ、これ神風連合だ、うん、本当だ、神風連合ですよね、とかこういうほら本当だ、ね、もうね紹介いっぱいできますから、こうやってね、このこういう方、こでもさ、マスクに今さ、なんか書いてあったじゃん、うん、文字書いてあった、うん、その2ページ前ぐらいのとか、あ、マスクに文字書くのいいじゃん、ほら、あ、これ、うん、森ちゃん TV って書いて走ればいいじゃん、あ、絶対ないっすね、え、なんで却下、却下っすね、早っ、俺マスクしねえし、別に走るとき、え、そうなの、はい、いや、そういうこと言ってんじゃなくて、そういうグッズを作ってアピールして走ればっていう、あ、そういうことっすか、あ、そういうことね、うん、あ、でも絶対やんないね、やんないですね、その反応は、はい、やんないっすね、まあ、いいっすやんなくて、はい、まあそういう感じで、はい、わかりました、ね、あのいろんなありますんで、うん、再生が皆さんの再生、うん、皆さんが見てくれたら、うん、僕もこれまた意欲、あ、レディース伸びるんだな、うん、あ、じゃあだったら他のとこも特集しようかな、まずは神奈川でそうだね、行かせていただきました、うん、はい、はい、まあいろいろとあのコメントいただければ、うん、コメント返したりとか、はい、教えてもらいたいこともいっぱいありますので、うん、ぜひあのコメント待ってます。はい、まあそういった感じでですね。はい、今日はあのこの光ります。今日はあのこのレディースの特集でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。